王林神学塾の辻中です。今回は英作文でできるだけ減点がされない英文、それを書けるようになる方法についてお話ししていきたいと思います。主に大学受験では自由作文とか和文英訳などで出題されますが、どちらにも共通してできるだけいろんな表現を自分の中でストックしていくっていうことが大事になってきます。今回やり方2つお伝えできればなっていうふうに思うんですけれども、1つは教材を使う方法なんですが、竹岡先生が出しているドラゴンイングリッシュですね。で、このドラゴンイングリッシュっていう教材は、まあ、英文が100個載ってて、で、その100個をしっかり学習していきましょうみたいな問題集なんですけれども、基本的には覚えていくっていうのは、まあそれまでではあるんですけれども、ただ丸暗記する参考書ではないんですね。何が大事かっていうと、上の方にまあ和訳と英訳が載ってるんですけれども、その下ですね。下にその文章のポイントっていうのが書いてあって、そのポイントがめちゃくちゃ秀逸なんですね。例えば、1個例文取り上げるとすれば、アンは嬉しそうな顔をしているねっていう、文があるんですね。嬉しそうな顔をしているねってどう表現しようみたいな悩むと思うんですよ。嬉しそうな顔、ハッピーフェイスみたいなっていう風に直訳するのもありかもしれないですけれども、例えばそこの竹岡さんのポイントでは、ほにゃららな顔をしているっていう時に、顔にこだわっちゃダメだよと。顔っていう和訳にこだわるんじゃなくて、嬉しそうな顔をしているってことは、嬉しそうに見えるねっていう風に言い換えられるから、looks happy とかっていう風に look で言い換えてもいいんじゃないかっていう風な言い方をしてるんですね。で、さらに類例みたいなのも載ってて、類例としてほにゃららの味とかだったら taste を使っていけるといいんじゃないかっていう風な表現も載せてくれています。こういう風にこれなんて英語で表現しようかなみたいな、そう微妙な表現とかあったりすると思うんですけれども、そういう部分をこういうことを意識して書くんだよっていうポイント、それを載っけてくれてるんで、そのポイントと一緒にセットで英文を覚えていくことで、実際に和文英訳自由英作で表現を書いていくっていう時に幅が広がります。一応この問題集は、たまにこう下の方に、東大に挑戦みたいなコーナーがあって、その英文においてのポイントを意識した文法問題とか、英作文問題っていうのがプラスアルファで載ってたりします。それとかは普通に解いてみると、結構自分の理解度も深まるので、すごくいいかなと思います。この竹岡先生のやっぱドラゴンイングリッシュのすごくいい点は、そういう微妙な、うわ、これ日本語ではわかるけど、なんて英語で表現しようみたいなところを、うまく表現する方法っていうのを載せてくれているところですね。そのドラゴンイングリッシュで、基本的にポイントを理解して覚えました。その後は、同じ竹岡先生が出してる英作文が面白いほど書ける本っていう、まあ、赤い参考書があるんですけれども、それがすごくおすすめですね。結構分厚い参考書で、ドラゴンイングリッシュがインプットなのに対して、この面白いほど書ける本っていうのはアウトプットですね。実際に例題とか類題もあるんですけれども、問題が載っていて、それを解いていこうっていう問題集です。これの使い方としては、ドラゴンイングリッシュで学んだこの表現どうしようみたいなポイントを、押さえて、意識した上で、まずいきなり答えとか見ないで書いてみます。で、書いてみて、結構解説が丁寧にあるんで、その解説の部分とかを見てみて、自分の表現がどうか、時制が合ってるのかっていうのを見てみてください。この竹岡先生のこの参考書がすごくいいところは、模範回答が1個だけじゃなくて、この表現だったらこういう表現もあるよねっていう風に複数回答を載せてくれてるのが、個人的にはすごくいいかなっていう風に思います。なので、そこで確認してみてください。あとは、コラム的な感じで、品質表現っていう部分があって、この品質表現っていうのが、ドラゴンイングリッシュでもあったように、うわ、これ日本語ではわかるけど、なんて英語で表現すればいいんだろうっていうのを、まとめてくれたものなんですね。例えば、最近とかこの頃っていろんな表現があると思うんですよ。These days, nowadays っていう言い方もあれば、recently, lately っていう言い方もあるとか。これって、なんか何気なく皆さん覚えてると思うんですけど、違いってわかりますか？これ実は、何を使うかによって時制が変わるんですね。例えば、These days とか nowadays だったら、結構現在時制の文で使用することが多いんですけれども、recently とか lately だったら、現在完了とか、あるいは過去時制の文で使用することが多かったりするんですね。もちろん、じゃなかったら罰ってことではないと思うんですけれども、そういう場面で使うことが多いよっていうニュアンスがあって、そういうニュアンスってやっぱ単語帳を普通に覚えてるだけじゃわからない部分、そういう英作文ならではの部分を、ちょっとコラムみたいな形でまとめてくれてるのが、この参考書の秀逸な点ですね。この品質表現をコラムって今言ったんで、たまにしか現れないのかなっていうと、全例文にその表現が1個だけじゃなくて2、3個ぐらいついてたりするんですね。なので、
この参考書を普通に解いて丸付けして品質表現とかコラムの部分をきちっと読み込んで、わからない部分とかを抽出して自分の中にこう落とし込んでいければ、相当英作文の表現の幅は広がります。で、もっと言うと、そうやって一回書いたものとかをネイティブの先生でもいいですし、ネイティブの先生じゃなくても、最近は AI が発達してるチャット GPT とかもあるんで、たまにちょっと使いづらい時とかあるかもしれないですけれども、あくまでも参考として、まあガンガン使ってみるのはありかなっていうふうに思います。そういう添削を経ることで、新たな視点っていうのも気づけてくるんで、すごいおすすめですね。ただ、添削の注意点は、この段階では表現を増やしていこうっていう段階なので、ネイティブ感覚とかでバシバシ添削してくれると思うので、それはそれで貴重なんですけれども、あくまでも今自分のストックを広げたいんだ、こういう時にはこういう事前に注意しなきゃいけないんだっていう、自分の中での英作文の方法論みたいなを体系化したい段階だったりすると思うので、まあ、その段階で添削しまくるっていうところで、ブレないようにはしないといけないなっていうふうには思います。これが主に参考書を使って英作文の表現を増やしていく方法ですね。もう一個は、参考書ではないんですけれども、ちょっと補足的なやり方で、ネットで調べるっていうやり方なんですけれども、具体的にどうやって調べればええねんっていう話なんですが、例えば先日生徒さんとかと一緒に英作文見ててあった例なんですが、銀行でお金を預ける、下ろす。これって英語で何て言うんですかっていうところで、じゃあ一緒に調べてみようかってなったんですね。で、こういう時にどういうふうに調べるかっていうと、例えばお金を下ろすだったら、普通に Google とかで銀行からお金を下ろすって調べてみてほしいんですけれども、そしたら結構検索の上位の方ね、例えばネイティブキャンプっていうサイトだったり、DMMA 会話とか、そういうネイティブの人が実際に質問に対して答えてるっていうようなサイトがあったりするんですね。それを見てみてください。そうすると、実際にネイティブでどういう風な表現をするのかっていうのが、まあ、1個だけじゃなくて2、3個ぐらい載ってたりすることが多いので、それを見るんですね。例えば DMMA 会話でお金を下ろすっていうのを調べてみたら、何人かネイティブの方が答えてくれてるんですけれども、どの方の回答を見ても、まず withdraw、お金を下ろすっていう単語は、やっぱり普通に使うよと。なので、単語帳で withdraw を下ろすっていうのを見たことがある人にとっても、本当に英作文でこれ使っていいんかなっていう不安があるかもしれません。でもこれを調べてみることで、ネイティブの人が言ってるから OK だろうって自信を持って今後英作文で使えますよね。あるいは、withdraw 以外にも、シンプルに、take money out とか get money out っていう風に言い換えることも結構あるみたいで、これも複数人のネイティブの方が記述してるので、よく使う表現なのかなっていう風に思います。で、そうやって引き出すっていうところを読んでると、じゃあ預けるはどうなんだろうとかっていうのも書いてたりするんですよね。お金を預けるのはデポジットって言うんだみたいな。っていう風に、ちょっと補足的に語彙力もつけられたりしますよね。で、こうやって調べたものっていうのを、この間、インタビューさせていただいた英語がすごい得意な小田原さんもおっしゃってましたが、例えば英作文の表現ノートとかを作って、そこにこうまとめていって、たまにそれを見返すとかっていう風にしてみてもいいですし、調べたまんまにすると、二度ともう調べることはないので、忘れるだけなんですよね。それを何かにまとめて集約することが実際できれば、またそれで復習ができるので、自分の表現の幅が広がっていきますね。このように、主に二つ今回は紹介させていただきました。参考書、ドラゴンイングリッシュとか、竹岡さんの面白いコード書ける本を使って表現を広げる方法っていうのと、あとは、実際に Google で調べてみて、ネイティブキャンプや DMMA 会話みたいな、ネイティブの方が、こう、意見してくれてる部分を見て、表現を広げていくっていう、二つの方法をご紹介させていただきました。で、これは、どっちもすごい有効なやり方で、どっちかだけやるっていうか、両方やってほしいですね。うちの生徒さんとかでも、まあ、この両方を使っていっぱい英作文の練習をして、二次試験とかで英作文があるような大学とかでもきちんと英作文をね、減点をあんまりされずに書くことができるようになっている方が多いので、本当におすすめのやり方です。今の英作文力とかあんまり関係なくて、ちゃんとこうステップ踏んでいければできるようになるので、英作文必要なんだよなっていう方とかは、ぜひやってみてください。ドーン！